先月二十六日に韓国の領空に侵入した北韓の無人機のうち一機は、ヨンサンにある大統領室からおよそ三キロ離れたところまで近づいていたことが分かりました。イ・ジョンソプ、国防部長官は、領空審判から二日後の国防委員会で、北韓の無人機はヨンサンまでは来ていないと確信すると強調していて、国防部の見解が一転した形となりました。 韓国軍の関係者が5日明らかにしたところによりますと国防部長官と制服組トップの合同参謀本部議長は大統領室や国防部庁舎を中心とする半径3.7キロの飛行禁止区域内に北韓の無人機が入っていたことを確認したとユン・ソンヌル大統領に4日報告したということです。韓韓国軍はは北韓の無人機は 速度や高度を変えながら飛行しただけでなく滑走路を使わず発射台から離陸したため離陸の察知が難しかったと説明しています韓国軍は5日午後関温度と京畿度で小型無人機の侵入に対応する訓練を行う予定です一方ユン大統領は4日北韓が再び韓国の領土を侵犯する挑発を起こした場合2018年9月の 南北軍事合意の効力停止を検討するよう国家安保室に指示しています。